こんにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画では梅松大アリの達成、そして試す飼育に関する最新情報をお届けします。この動画を最後まで見ていただくことで、単種性と考えられている梅松大アリが実は多種性でもあり、複数の女王アリで飼育することでより成長の早いコロニーになることを一定のエビデンスを持って理解していただけると思いますので、ぜひ最後までご覧いただくことをお勧めします。2022年10月も終わりが近づき、冬が近づいてまいりました。冬といえば多くアリが冬眠する季節ですが、だからこそコロニーを丸ごと採取できる枝ポキ、枝ガシャ、竹割りにぴったりのシーズンでもあります。枝ポキで採取できる人気のアリといえば、梅松大アリ、帝大アリ、四つ星大アリなどです。梅松大アリは中型の大アリで、特に美しい艶を持つのが魅力です。我が家ではこの梅松大アリを4個ロニー飼育しているのですが、いずれも多種で飼育しています。映像のコロニーは陽一さんの木製巣で生活中のコロニーで、女王アリが2匹います。枝ポキで採取した女王不在のサテライトコロニーと、食卵を繰り返す絶不調の越冬女王を合流させて飼育していたところ、巣内で誕生した新女王とオスアリが交尾して、女王アリが2匹になったというのがこのコロニーの確かの経緯です。現在2つの巣部屋に集団が分かれていまして、こちらの集団の右奥にいる女王が産卵を担当しています。よく見ると左奥などに卵や幼虫が見えますね。陽一さんの木製巣の梅松大アリは、一時期はワーカーが80匹ほどまで減少しましたが、現在は約100匹ほどまで戻ってきています。梅松大アリは樹上性の種なので、このような木製の巣を使うと調子よく飼育することができます。別の集団は餌場との出入り口に近い巣部屋に陣取っていまして、こちらにも女王アリがいます。こちらの女王は養分の貯蔵役を担当しており、産卵はしていません。今ワーカーと女王が栄養交換を行っています。女王はお腹が大きいので、蜜を大量に溜め込むことができます。今のところ女王2匹ともワーカーの攻撃を受けたことはないので、しばらくはこのままたしでいけると思います。2つ目のコロニーはこちらです。こちらのコロニーは今年女王アリ3匹でスタートさせたコロニーです。女王アリ3匹は陽一さんの木製巣で飼育中のコロニーから羽化した新女王とオスアリ、野生の新女王とオスアリをバケツに混ぜて交尾させ得たものになります。現在ワーカーは32匹まで増えましたが、今のところ女王トータは起きておらず、とても安定しています。ケースはセリアのカーペット病ケースに木片を埋め込んだ石膏を敷いたものになります。石膏には加水はしていません。水分供給は飲み水だけです。梅松大アリは成長が遅く、1年目は5匹まで増えればいい方だと言われていますが、32匹まで増えたのは明らかに多種飼育の効果だと思います。おそらく女王アリ同士がお互いの弱点を補完し合うと、このように調子の良いコロニーができるのだと思います。色の薄いワーカーがいますが、これは最近羽化したワーカーですね。3つ目のコロニーはこちらです。こちらのコロニーもバケツで交尾させて得た女王アリ3匹でスタートさせましたが、成長が遅く、最近やっと3匹目のワーカーが羽化しました。今映像に映っているこちらのワーカーが最近羽化した個体になります。女王同士、そして女王とワーカーはとても仲良くしています。成長が遅いのは
女王アリ3匹が同じ弱点を持ってしまっているためと思いますので、今後養子などを入れることで改善できると思います。そしてそして今回皆さんにお見せしたい超スペシャルな4コロニー目がこちらになります。こちらのコロニーは先日アジサイの枯れ枝を割った時に出てきたコロニーになります。女王アリ3匹がいますね。はい、ついに梅松オオアリの試すコロニーを野外から見つけ出すことができました。これで梅松オオアリが実は多死性でもあるということが自信から確信に変わりました。こちらのコロニーですが、女王アリ3匹とマイナーワーカー9匹、そしてメジャーワーカー1匹がいます。実はマイナーワーカーは13匹いたのですが、輸送と引っ越しのストレスで4匹が亡くなってしまいました。ワーカーが全部で14匹いて、メジャーワーカーもいるコロニーなので、おそらくですが2年目のコロニーと思われます。もしそれが事実なら2年目でも多死状態を保っているということになりますので、やはり梅松オオアリを後天的短死性というよりは短死と多死の両方の場合があると、はっきり多死性でもあることが分かるように明記されるようになってほしいなと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。梅松オオアリは私個人は劣気とした多死性のアリだと思っています。野外で多死コロニーがあまり発見されない理由ですが、おそらくはサテライトコロニーに女王が分散して見かけ上単列コロニーになっているのだと想像します。そのまま独立して分巣している場合などもありそうですね。梅松オオアリの生態は調べれば調べるほど面白いです。もちろん単死がダメというわけではなく、成長が遅いだけで単死でも飼育は可能なのだと思います。私自身は2度単死飼育を行ったことがありますが、いずれもコロニー化には至りませんでした。なのでやはり梅松オオアリの飼育は多死をおすすめします。この動画がいいなと思ったらいいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。